茨城県つくば市高齢夫婦殺人事件2018年1月1日元日の夕方、年始の挨拶に訪れた次女夫婦らが、つくば市東平塚に暮らす両親の元を訪れた際、2人の遺体が発見された。被害者は建築業を営む小林浩一さん、当時77歳と妻、陽子さん、当時67歳で、夫婦2人暮らし。司法解剖の結果 死因は頭部などの座礁による失血死と判明し、茨城県警は殺人事件と断定し、4日、捜査本部を設置した。1日16時40分ごろ、次女の夫が、2人が倒れている、と通報。正面玄関は施錠されており、次女夫婦は長女から借りた合鍵で中に入った。12月30日18時ごろ、次女が電話で陽子さんと話しており、元日の訪問予定を伝えていた。 また、31日朝8時以降、陽子さんの携帯電話には複数回着信があったが、いずれも不在着信となっていたことから、当初2人が30日18時以降から31日8時の間に殺害された可能性が高いとみて捜査が開始された。光一さんは2階和室で寝具の間でうつ伏せ、陽子さんは和室を出てすぐの2階廊下で仰向けに倒れており、いずれも寝巻き姿。 死因は共に頭部外傷による失血し、胸器は表面が平らな鈍器のようなものと見られているが発見や特定には至っていない。光一さんは後頭部を中心に数箇所の外傷と右腕骨折、陽子さんは顔面から後頭部にかけて傷は十数箇所に及び、頭蓋骨に骨折線、腕に防御層も見られた。発見当時、玄関や勝手口は施錠されていたが、 以前、カラオケ店として使用していた1階と住居部分の2階の窓が数箇所店状になっていた。夫婦が日頃使用していたと見られる自宅の鍵は建物内で見つかっている。2階和室には荒らされた形跡がなかった。現場となった家に面した道路は、道幅が車2台分の細い通りで、南北数百メートルにわたって小林三択以外に店舗や民家、防犯カメラなどはない。交通量も少なく 日中は抜け道として利用する車もある。深夜になると著しく人気がなくなる雑木林が続くこともあり、人目の届きづらい場所であることも確かである。2018年4月、事件後に空き家となっていた現場から指輪やネックレス等、貴金属820万円相当が侵入窃盗被害に遭っている。2018年9月、 転売された盗難品から土浦市の無職、内川誠当時47歳、無職、伊藤幸子当時42歳、住所不定自称と創業、浅見弘明当時46歳の関与が発覚し、窃盗容疑で逮捕。夫婦殺害との関連性はないと見られている。近隣住民によると、小林さんは自宅に防犯カメラや防犯照明器具のセンサーライトを設置していた。 事件当時も設置、作動していたかどうかは明らかではないが、日頃から防犯に気を使っていたという。陽子さんが30日夜に近所のスーパーへ買い出しに行ったことや31日朝に知人が訪問していたこと等が公表され、犯行時刻は30日19時30分ごろから31日午前7時ごろまでのおよそ12時間ほどに絞られた。2階ベランダの手すりには血痕が付着していたといい。 犯人が二人を殺害後、ベランダの柵を乗り越えて逃走した可能性が高いという。知人女性は小林さん宅の前で、黒いジャンパーの男の後ろ姿を二度目撃したことがあり、車ですぐに去ったと証言している。そのことを生前の洋子さんに伝えると、石を投げてトイレの窓ガラスを割られたりとかは何回もあった、と何者かによる嫌がらせを繰り返し受けていたことを明かしたという。 また夏頃には新聞や庭の花がなくなるといったトラブルが続き、光一さんがそのことを警察に相談したと聞いた住民もいる。県警はこれまで、延べ約1万2000人の捜査員を投入。73件の情報提供があったが、有力なものはないという。些細な情報でも結構ですので、情報をお持ちの方は、筑波警察署までご連絡ください。一日も早く。 犯人が逮捕されることを願っています。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と他の事件もご覧になってください。